はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日もモンタナスポーツさんに来ているんですけれども、とあるグローブが入荷したというので、そちらをご紹介していこうと思います。そのグローブが、はい、こちらアトムズのグローブなんですけれども、こちら、見たことない色してますよね。これ、何のグローブかって言いますと、革命グラブなんですよ。これ昔も革命グラブっていうのが出てたと思うんですけれども、ちょっと今回は物が違うということでご紹介の方させていただこうと思います。はい、じゃあまず革命グラブの説明なんですけれども、ここにピーッと傷が入っちゃってるんですね。ちょっともっと分かりやすいのがあったので、これです。これ革に傷が入ってしまってるんですよ。でこれってグローブの加工をしてる時にできた傷じゃなくて、牛さん本体の本来の傷なんですよ。まあ、人間だって、それは僕だってニキビ跡だってあるし、いろいろこういったところとかに傷が出てくるんじゃないですか。まあ、牛も生きた証、生きてるので、傷っていうのが絶対出てくるので、そういった傷って本来グローブにならないんですよ。そういうところも、まあ、しっかりとグローブにしていこうというのが、革命グラブになります。まあ、有名ですよね、ジュテリレーザーさんの革です。ただ普通の、ジュテリレーザーさんっていうとフィニッシュエア社っていう革を思い浮かべると思うんですけども、こちらちょっと違うんですよ。こちらが和牛なんですよ。なのでちょっとやっぱり触り心地も違います。まあ、型とかはもちろん、まあ、アトムズさんの型番から起こしてるものだとは思うんですけれども、革質違うだけでグローブこんなに変わるかと、今までにないアトムズのグローブの革となってますね。でもはめた感じはもう言うことないです。アトムズさんの型ってすごいいいので、そこはもう何も言うことないですね。補給面もやっぱりちょっとシワが入ってたりとかっていうのがあるぐらいで、全然使えるかなっていうイメージですね。内野仕様がまず2個入っています。でこっちが H ウェブのグローブで、若干小さめかな、ポケットも広めのグローブです。で色がこれはイエローなのかな、イエローにキャメル系のレースが入っているグローブです。でちょっとはめてたこちらのグローブが、先ほどのよりかもちょっと大きくて、ポケットも広い、でなおかつ土手がしっかりとついているようなグローブで、まあハサミ型って言ったらいいのかなっていうようなグローブですね。でこれどちらのグローブにも言えるんですけれども、最初の指入れた時のフィット感がめちゃくちゃいいです。関節にはまってくる、やっぱりアトムズさんのグローブだなっていうような、一本一本に関節、指の関節がしっかりと折れるようなグローブを型をしています。はい、続いては外野手用ですね。でこちらなんかは傷じゃないんですけれども、シミ、グローブの牛のシミがあったりとか、スレカがあったりとかっていうような革のグローブです。ここにもちょっとポチッとあったりとかするようなグローブです。ちょっとはめさせていただきますが、あーなるほどなるほど、買ってやっぱり和牛なんで。で外野用にしてはポケット広いなって感じますね。まあ指股も入ってたりとかっていうのもあるので、でこれもまた土手がしっかりとしているようなグローブで、で見た感じ、外から見た感じそんなに大きくないのかなって思ったんですけれども、ちょっとはめてみると大きめだなっていう感じがしますね。でポケットすごい丸いです。これなんか革のソフトボールとかでも、革ボールの公式ソフトって言ったらいいのかなとかでも全然使えそうなポケットをしてますね。なんだろう、でもこれもう見た感じ、青木宣親選手がスラッガーを使ってた時ような、もうイメージがすごい出てくるようなウェブをしているので、外野ではこういうウェブ、まあ青木選手は H 入ってましたけど、こういう埋め込み型のウェブっていうのはなんか外野用では最近ちょっと見なくなったので、まあ珍しいじゃないですけど懐かしいなって言ったようなグローブの感じがします。
ラストは左の投手用グローブです。こちらでもそんなに傷目立たないな。これはまあほんのちょっとです。ほんのちょっとのすれとか、ほんのちょっとのすれ、もうほぼ見てわからないです。ちょっとシミが入ってるぐらいなので全然何も問題ないなっていう感じですね。まあで左のグローブちょっと僕あんまわかんないんですけれども、まあザなんか左のピッチャー用っていうような、まあこういう感じですね。菊池雄星投手のあのぺちゃんとした投手用になりそうな感じのグローブです。あでもこれ意外とやっぱ補給面見るとシワありますね。ただ補給面ってどう頑張っても見えないですからね、外からは。全然気にしなくて使えると思います。はい、ということで本日はアトムズの革命グラブのご紹介をさせていただきました。もう本当にね、さすがアトムズさんといったようなグローブで、まあ、傷があるだけで少しは、ほんの少しですけど、まあ、お買い得にはなるというようなグローブなので、ぜひちょっと皆さんご検討してみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にペサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。